我が家のお米の備蓄法を3つですね、実際にやってることを紹介していこうと思います。そして、まあ、予備としてやってることも含めてですね、お伝えしていこうかなと思ってます。で、まずですね、僕がやってるお米の備蓄法の1つ目として、地元の農家との年間契約ですね、こちらの方を結んでいます。例えばですね、 Google とかで米年間契約、あなたが住んでる町ですね、〇〇市、〇〇町とかですね、そんな感じで検索をすると年間契約をしてくれている農家さんがヒットすることがありますので、僕はですねヒットしたので、そこと年間契約をしていまして、今はですね玄米30キロを5袋ですね、5袋契約をしていまして、精米して届けてもらっているので、精米してもらうとですね、だいたい25キロちょっとぐらいですかね、それで5袋になりますので、だいたいこれでですね125キロのお米をですね備蓄しているというふうに考えてます。で、それに加えてですね、2つ目の方法として、真空パックの冬眠米っていうものを購入しています。こちらの方はですね、こちらの篠原ライスさんっていうところから真空パックした状態で届けてくれるサービスがありましたので、こちらの方でやっています。届くお米はですね、こんな感じになっていて、プチプチにくるまってですね、真空パックされてカチカチの状態で届きます。で、こちらの方をですね、 5kg で5袋備蓄していまして、この状態でですね25キロありますので、全部ですねだいたい150キロぐらいのお米を備蓄していますと。一つ目、二つ目の方法でですね。そして三つ目の方法ですね。三つ目についてはですね、親戚がお米作ってるところがあるので、そこからですね玄米で購入していまして、だいたいですね毎年15キロぐらいを玄米で購入させてもらっていますという感じですね。ですので全体でですね、だいたい165キロぐらいのお米をですね備蓄している計算になります。で、もう一つですね、予備的な方法として、もち麦ですね、こんな感じでお米に入れて混ぜるだけですね。それで栄養素とかも豊富に入っているようなものになるんですけども、こちらの方ですね、1.5kg を4袋をですね、ローリングストックで使いながら備蓄をするようにしています。で、ここまでをまとめますとですね、我が家の米の備蓄法としましては、農家との年間契約と真空パックでの冬眠米、そして親戚から玄米で購入しておく。これに加えて、もち麦をローリングストックで備蓄していくっていう形ですね。このような形で備蓄をしていまして、うちはですね、家族4人で、だいたいですね、1ヶ月10キロちょっとぐらいずつ消費するような状態ですので、だいたいですね、180キロぐらいを備蓄しているような感じになってまして、1年半ぐらいですかね、そのぐらい備蓄する体制を整えています。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。